ドニー・ニエテスはフィリピンのプロボクサー。元 WBO 世界ミニマム級王者。元 WBO 世界ライトフライ級王者。元 IBF 世界フライ級王者。元 WBO 世界スーパーフライ級王者。世界4階級制覇王者。ニエテスはもともとは ALA ジムのアシスタントとして勤務するという異色の経歴を持ち、 アシスタントの実績が認められて2003年4月25日にフィリピンでプロデビューを果たす。2004年5月22日にはフィリピン PBF ライトフライ級王座を獲得。ロシアをはじめ東京権を主戦場に全勝を重ね、2006年11月24日には WBO アジア太平洋ミニマム級王座を獲得した。 同王座を二度防衛した後の2007年9月30日、ポンサワン・ポー・プラムックと WBO 世界ミニマム級王座決定戦を行い、12回判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年9月12日、メキシコナヤリット州テピクのエルパレンケデラフェリアで暫定王者のマヌエル・バルガスと王座統一戦を行い、2から1の 判定勝ちを収め王座を統一に成功した。2010年8月14日、メキシコシナロア州、グアサベにて WBO 世界ミニマム級11位のマリオロドリゲスと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、4度目の防衛に成功した。2011年10月8日、WBO 世界ライトフライ級王ジャラモンガルシアと対戦し、3から0の 判定勝ちを収めミニマム級に続きに階級制覇を達成した。2012年6月2日、パサイのリゾートワールドマニラでフェリペサルゲロと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2013年3月2日、セブ市のウォーターフロントセブシティホテルカジノにて、WBO 世界ミニマム級王者モイセスフェンテスと対戦し、 1>, 1から0の判定で引き分けとなり、2度目の防衛に成功した。WBO から WBO 世界ライトフライ級暫定王者のボイセス・フェンテスと王座統一戦を義務付けられたが、その後、フェンテスとの再戦を確約し先に選択試合を行うことを強化された。2013年11月30日。 ケソンの荒ネタコロシアムにて、WBO 世界ライトフライ級14位で、元 WBA 世界ミニマム級暫定王者のサミーグティエレスと対戦し、初回に2度ダウンを奪って、ペースを握ると、3回にダウンを追加すると、カウントアウトで、試合終了。3回2分58秒5勝ちを収め、3度目の防衛に成功した。2014年5月10日。 火イの SM モールオブ、アジア内にある、モールオブ、アジアアリーナで、WBO 世界ライトフライ級暫定王者、モイセス・フェンテスと、王座統一戦を行い、9回2分56秒、TKO 勝ちを収め王座の統一に成功、リングマガジン王座にも認定された。2014年11月15日、セブ市のウォーターフロントセブシティホテルカジノで、 WBO 世界ライトフライ級5位のカルロスベラルデと対戦し、7回終了 TKO 勝ちを収め、5度目の防衛に成功した。2015年3月28日、ケソンの荒ネタコロシアムで、WBO 世界ライトフライ級13位のヒルベルとパーラと対戦し、パーラが9回終了時期限したため、6度目の防衛に成功した。2015年7月11日、 西武市のウォーターフロントセブシティホテルカジノで元 IBFWBO 世界ミニマム級統一王者で WBO 世界ライトフライ級1位のフランシスコ・ロドリゲス・ジュニアと対戦し12回3から例の判定勝ちを収め7度目の防衛に成功した2015年10月17日念願のアメリカデビュー戦カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターで WBO 世界ライトフライ級8位のファン・アレホと対戦し3から0の判定勝ちを収め8度目の防衛に成功した2016年5月28日バコロドのユスルズ・コロシアムで WBO 世界ライトフライ級6位のラウル・ガルシアと対戦しガルシアが5回終了時危険したため9度目の防衛に成功した2016年8月9日 WBO 世界ライトフライ級王座を返上した。2016年9月24日、スタブハブセンターで元 WBC 世界ライトフライ級王者のエドガルソーと WBO インターコンチネンタルフライ級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2017年4月29日、 セブ市のウォーターフロントセブシティホテルカジノで、エクタワンクルンテープトンブリと IBF 世界フライ級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め3階級制覇を達成した。2018年2月24日、カリフォルニア州イングルートのザ・ホーラムで行われたスーパーフライ2で元世界2階級制覇王者で、 IBF 世界フライ級1位のファンカルロス・レベコと対戦し、7回53秒小勝ちを収め初防衛に成功した。この試合で、ニエテスは4万ドル、レベコは3万ドルのファイトマネーを稼いだ。2018年4月12日、IBF 世界フライ級王座を返上した。2018年5月3日、WBO は、WBO 世界フライ級1位のニエテスと2位の、 アストン・パルクテと WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦を行うように指令を出した。2018年9月8日、カリフォルニア州のザ・フォーラムにて、ファン・フランシスコ・エストラーダ・ダヴィエス、フェリペ・オルクタの前座で、アストン・パルクテと WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦で対戦し、12回引き分け判定となったため、王座獲得に失敗、王座は、 空位のままとなった。2018年12月31日、マカオのウィンパレスマカオで、井岡和人と WBO 世界スーパーフライ級王座、決定戦で対戦し、12回2から1の判定勝ちで王座獲得、4回級制覇に成功した。2019年3月1日、WBO 世界スーパーフライ級王座を返上した。二千二十年八月十八日、 所属するフィリピンの名門ボクシングプロモーション、AL、a LA ジムがテレビ契約を交わしていたテレビ局の ABS-CBN が放送免許を更新できなかったことで ABS-CBN での試合中継放送がなくなったため35年間続いていたプロモーションの閉鎖を決め所属選手をすべて契約解除とすることを発表した2020年10月2日 MTK グローバルおよび D4G プロモーションと契約を交わしたことが発表された。2021年4月3日、約2年3ヶ月ぶりの試合をドバイにて、パブロ・カリー以上に判定勝ちを収めた。ありがとうございます。